モートジッピークラス全、ライダー元2クラス全ライダー 125cc クラス、全ライダー2010年のロードレース世界選手権は、フィムロードレース世界選手権の第62回大会となる。モートジッピークラスでは、ホルヘロ連ソ、新規開始の元2クラスでは、トニエリアス、125cc クラスでは、マルク・マルケスと、グランプリ史上初めて、スペイン人ライダーが、 全クラスでチャンピオンとなった。2010年シーズンにより、それまでの 250cc クラスに代わって新たに元にクラスが始まった。2010年は移行時期として、新しい元に企画のマシンと従来の 250cc マシンの混装となる予定だったが、エントリーは元にマシンのみとなった。元にクラスはコスト抑制を重視しており、電子制御部品が制限され、 またカーボンブレーキが禁止となり、スチールブレーキを使用することとなる。しかしながら、シャシーについては制限は加えられておらず、日本からは森脇、テクニカルスポーツ、バーニングブラッドがオリジナルシャシーを供給する。すべての元にマシンは、ホンダが独占供給する 600cc エンジンの使用が義務付けられる。このエンジンは、 後藤島治む率いるゲオテクノロジー社がメンテナンスを担当し、120から125馬力程度のパワーを出すことが予想されている。タイヤについては、当初は従来と同様に自由に選択できる予定だったが、結局コントロールタイヤ制を導入することとなった。新クラスの開幕戦を制したのは、日本の富沢康成だったが、その富沢は第12戦3割の GP で、 自己死してしまう。グランプリでライダーが犠牲となるのは2003年の鈴鹿での加藤大二郎以来である。2009年11月10日、暫定カレンダーが発表された。予定されているサーキットでのグランプリがキャンセルになった場合の代替開催地としてスペインのモーターランドアラゴンが指定されていた。またカレンダーは6日後に修正され、チェコ GP の開催が一周早くなった。 2010年3月18日、バラトンリンクの建設工事が間に合わないことから、2年連続で、ハンガリー GP がキャンセルとなり、モーターランドアラゴンでの代替開催が実現することとなった。2010年4月19日、当初の予定では4月23から25日に、第2戦として開催予定だった、日本 GP は、アイスランドのエイアフィアトラヨークトルの噴火によって、 大規模な空路封鎖が発生し、ライダーやチーム関係者の移動が困難となったため、10月1から3日に開催延期となった。上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。モートジッピークラス元2クラス注射区、富沢康成は、3割の GP での事故で、致命傷を負い、搬送先の病院で死亡した。 125cc クラスモートジッピークラスマニファクチャラーズランキング元にクラスマニファクチャラーズランキング 125cc クラスマニファクチャラーズランキングありがとうございます